こんにちは、ブロガー、そしてフォークシンガーの原信一です。三月十日日曜日のライブ告知をさせていただきます。毎週日曜日の二十三時から二十三時半までの三十分間。フォークソングを弾き語りながら、世の中の出来事を語ります。今週も、ロシア・ウクライナ情勢をメインにお届けします。三月五日突然、米国務省の公式サイトに、ビクトリア・ヌーランド。次官が辞任する意向である。との、ブリンケン長官による衝撃的な発表が掲載されました。 2月25日にハラの X に掲載した CNN インタビューの時点ではヌーランドは「インがウクライナ支援法案を通すと確信している」「世界の民主主義と自由プーチンの暴政の犠牲者を守るために」と熱烈に語っており自らの意思だけで幕引きを図ったようには見えません一体何があったのでしょうか 本件については多くの論説が飛び交うでしょうし理由は一つではなく様々な側面があるでしょうこの動画ではマリア・ザハロワがラジオで述べた次の言葉を軸に読み解いてみます米国のビクトリア・ヌーランド国務次官の状況と同様彼らは今後辞任や解雇により失敗に関連した歴史全体をリセットする試みなど様々な方法で自らの足跡を 隠蔽することでしょうこのように述べています個人的には最もシンプルな見解でありしたがってこれが本筋であると見ています花ブログに掲載しましたがロシアの政治軍事情報サイトがウクライナ政府機関への米国による監査の状況について伝えています毎段に105億ドルまた2018年以降も CIA と国防総省予算から公開部分で1200億ドル、機密部分にもほぼ同額が費やされているとのこと、調査結果は厳重に機密扱いで、直ちにブリンケン国務長官に報告されているとのことです。個人的には、ウクライナへのこの監査は、今や、汚職や違法行為を暴くためではなく、米国による犯罪の痕跡を確認して、 消すことが主目的になっていると見ています。3月4日に、米最高裁は、トランプを大統領選の投票用紙から除外するコロラド州判決を、9対0の全会一致で覆しました。これにより、司法の武器化により、トランプの立候補を阻止する試みは、ほぼ頓挫しました。つまり、 トランプの名が投票用紙に載った大統領選挙が今年行われることが確定しましたもちろん反トランプの影の勢力がこれで諦めるとは思えませんがブリンケンとしてはここで一旦政権交代に備え過去の汚い部分をクリーニングする必要が出てきたのでしょうタイミングとしてはスーパーチューズデーのトランプの勢いに負けた という印象を持たらないためにその直前にヌーランドに表舞台から降りてもらう発表をした彼女は現実の人から伝説の英雄へと姿を変えます歴史上の勝者が常にそうしてきたように権力者は自らの汚い行いを美しいカバーストーリーで覆い隠し後世に伝えます 3月5日に原ブログに日本語訳を掲載した彼女の辞職を伝えるブリンケン声明はヌーランドの人柄と功績をこれでもかというほどに褒め称えるものでした注目すべきは若者たちへ向けてこのように述べています外交官や外交政策の学生が今後何年も研究するであろうものはウクライナに関するヴィクトリアの指導力です。つまり 彼女のウクライナでの功績を歴史上の偉業として確定させようとしています。外交の女王ビクトリア・ヌーランドの輝ける伝説が、近年の米国によるロシア・ウクライナ政策への批判を抑える働きをする。そのような目論みです。もちろん、果たして今回、オバマからバイデンへかけての政権が歴史上の勝者たり得るかは、 不安定な状況ですスティーブ・バノン氏はニューランドを名指し,し文章を保管しておけ弁護士を呼べ俺たちが迎えに来るお前がこのウクライナの状況の全ての噴水口だこのように述べ全部ひっくり返す勢いです歴史上の評価をめぐるメディア上の戦いも今後一層激しさを増すことでしょう それでは3月10日日曜日23時から23時半 YouTube ライブにてお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。See you.